五稜館は長野県基礎郡基礎町にある建築物。基礎谷最古の洋風建築であり、基礎町指定有形文化財に指定されている。文化財指定名称は、旧定出林野局基礎支局庁舎。車寄せがある玄関近世の基礎谷の森林は、尾張藩が所有していたが、1885年に、区内省に五稜局が設置されると、1889年には、 基曽谷が御料理となった。基曽谷一円のご料理を管理するため、1903年には、定出林野局基礎支局の庁舎として、西地区間郡福島町に旧館が建てられた。旧館は1927年5月の福島大火により消失したが、半年後の同年12月には旧館を模した、現在の庁舎が再建された。太平洋戦争後の1947年に、 木曽谷の森林が五両林から国有林へと変わると、この建物は長野営林局の庁舎として使用され、国有林の管理経営の拠点となった。1956年からは福島営林所として使用され、1995年からは長野営林局森林技術センターとして、1999年からは中部森林管理局の森林技術第一センターとして使用されたが、 2004年に庁舎としての歴史に幕を閉じた。この建物は JR 中央本線の車窓から眺めることができ、木曽谷のランドマーク的存在だった。木曽支局の下で、新江川出張所、矢ブハラ出張所、福島出張所、大滝出張所などの建物も建てられたが、現存するのはこの建物のみである。全国的に見ても英林局としては、 旧林野町青森営林局とこの建物のみが現存する。2010年には基礎庁が中部森林管理局から建物と敷地を購入。基礎庁は文化財価値に乏しいと判断して建て替えを検討したが住民団体は署名運動を行うなどして保存を主張した。専門家や基礎庁文化財保護審議会らも文化財として重要と指摘したため、 1927年の竣工当時の状態に復元する改修工事を進めた。2012年11月1日には基礎庁指定有形文化財に指定された。2014年7月には館内の一般公開が開始された。愛称の御領館は御両林を管理していたことにちなんでおり、公募によって選定された。2018年5月29日には、 日本森林学会によって林業遺産に認定された。飯田市の炎山森林鉄道や稲市高東町の新徳の森も同時に認定されている。木育室、木造2階建てでモルタル塗りの本館、鉄筋コンクリート造りの倉庫と機関室が残っている。本館の設計は宮内省匠城であり、法務課長の北村幸造や技師の近藤陽吉を中心に設計された。 装飾は少なめだが、随所にアールデコの衣装が見られる。本館の正面は39メートル、側面は12.7メートルである。屋根は寄せ棟作りであり、鉄板武器である。三肩にアーチを持つ玄関の車寄せ、屋根にある八角形の塔屋が特徴。ありがとうございます。